木田さん、今回は、まあ、いよいよキックオフイベントということで、いろんな人が集まって、世界中から集まってくるんですけれども、今日どのようなことを伝えたいと思っていますか。そうですね、やはり今ちょうど日本では、ね、有事法制が取り沙汰されていますよね。だから、まあ、日本の首相は、ね、その戦争が行われていますよね、この非戦を誓うとか言ってはいるんですけどね。しかし今世界を見渡してみるとね、テロや報復の件があって、ね、またイラクでもいろんなことが起こるかもしれないという、また実際はそのインドのね、境界線のパキスタンとのね、あるし、非常に世界が不安定になってきたという、ね、ある意味で核の傘が壊れ始めてきたという、ね、ということはそれだけの核を持っている、武器を持っている人たちが壊れてしまうから、恐ろしいことが起きることは想像力ですね、考えてみたらね。だからやっぱりそういうことを食い止めていく作業、あれ切り替えていく作業をね、やはり我々はこの政治家とかね、いろんなその何かのその人たちに任すんではなくして、個人個人が責任を取って歩くというね、我々はそのムーブメントを起こさなくちゃいけないと思っているんですよ、ね。だから私たちは仲間、友達なんかと、ね、一緒に会って、すべての武器を楽器に、すべての基地を花園に、そうして戦争よりも祭りを、そうして全ての人の心に放うという形でね、歩いていこうと思ってるんですね。ただ広島、長崎、それなるべく紛争地点、そういう時期本当にね、戦争の原体験がある場所にモニュメントを作っていく運動を起こそうと思ってます。で今日はそれを伝えようと思ってます。政治運動というのは政治のアピールだけではなくて、本当にアートの、ね、ものとしてものを作っていったり、あとは歌を伝えていくと、ボン・マーレイがワン・ラブと言ったというより、もしくはジョン・レノンがイマジンと歌ったことを一歩具体的な動きにしていらっしゃると思うんですけども。そうですね、一時はああいうグレートスピリットというのかな、偉大な魂たちを持ったね、ジョン・レノンとかね、ボーマーリーとかね、ボブ・ディランという人たちがね、非常にその音楽の世界で引っ張っていた時代がありますよね。それいつの間にかその、ミュージシャンたち、音楽家たち、アーティストたちはね、その非常に大きいその理念と次元を持ちながら政治の世界に巻き込まれていって、やっぱりちょっと少しまあ、アップアップしたというのかな、溺れそうになった時期があってね、もううんざりという感じがあったんですけどね、もう政治なんてという形でね。しかしやはりね、我々は政治との次元とかね、もう音楽の次元とかではなくね、まあ、アートは大事でありますけどね、そういう一つのジャンルで考えるのではなくてね、平和というのは決して政治家の特権でもないと、アーティストの特権でもないと、平和とね、個々人の生命のね、ね、権利なんだという、ね、なるべくなら人間の生命だけではなくて、あらゆる人間以外の生命に対してもね、平和というものが必要であるという、だからもう一度平和というものをね、個人の世界に返すところから出発してみようかと思ってますね。ね、みんなが友達になる時期に来たんではないでしょうかね、はい、全人類と友達にならなくちゃ花は、ね、その本当の花は咲かない。花は花として